はい、豊玉です。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ本当にありがとうございます。今日も草刈りです。もうこの時期はですね、草刈りしてるか、あと何ですかね、今ちょっと文書作り、いろんな、作らなきゃいけない文書があって、そういったものをするか、なんかこうね、ゆとりがないですよね。なんかこう、せかされてる感があるんですけどもね。草にせかされ、期限にせかされ、みたいなところで、なんか毎日バタバタしておりますけれども、やはり草にせかされるっていうのは良くないですよね。草を制していかなければいけないんですけども、もう梅雨にまだ入ってないんですよね、今年は、九州も。で、それで梅雨入り宣言がまだない状態なので、今のうちに切っておかないと、まあ連日雨が続き始めるとですね、もう草が伸び放題にさらになるので、まあ梅雨の前に一回ちゃんと切っておきたいなと思って、ちょっと離れたところにある畑なんですけど、その周辺を今日は刈っていきたいと思います。もういつもある草刈り動画になってしまうんですけどね、いつ散歩するんだよって、豊玉散歩でしょって言われるかもしれないんですけど、なかなか夏場は散歩をする時間が少なくて、まあ計画的に散歩は入れてるんですけれどもね、なかなか草刈り動画の方が増えちゃったって感じですね。では最後までよろしかったらお付き合いください。そしてもしよろしかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。励みになりますのでお願いいたします。では参りましょう。まあ荒ましではありますけどね、ちょっともっさりしたところを買って、もう多分これ日に当たればしにゃっとなるので、買ったって感じにきっとなるんでしょうね。さあ今度は畑の方に続く道ですね。畑の方に続く道が、こっちの田んぼはもう耕作放棄している田んぼなので、一段上が畑なんでですね、あそこに行くまでの道をちょっと整備していきましょうか。
やっぱりこの時期の湿度の高いような時期の作業というのは、30分ぐらい作業したら5分ぐらいこうちょっと水を飲んで休憩みたいな時間がやっぱり必要ですね。そうすることで、1時間半から2時間の作業ができるかなっていうところです。やっぱ体が大事、一番ですからね。無理のない作業をしていきたいと思っています。で、今日びっくりしたのがこれ、見てください。こう何かわかりますか？これね、わかめのうちは、私なんか昔のスタンポじゃない、なんか、アスファルトの間からシュッシュってこう、結構図太いのがニュって、タケノコみたいに生えてくるので、それに塩をつけて食べてましたけど、これね、イタドリだと思います。イタドリっていう、正式名称イタドリですね。で、このイタドリが、私の背丈よりも高く伸びてました。で、このイタドリですね、前回畑の海苔麺を買っていくときにナイロンコードでやったんですけれども、ナイロンコードはちょっとね、イタドリ厳しかったんですよ。割となんか一発でバスっていかなくて、ね、それもそのはず、木みたいにこう竹みたいに硬くなってますね。これは丈夫やわ。ほら、すごい繊維が、ものすごい繊維があって、これは切りにくいですよね。で、しかもこんなに大きくなるまで放置していたということですからね、結構伸びますね。こんなでかい板取り見たの私初めてなので、ここまで大きくなるんだっていう感じで、で、この板取り見るとこう見るとね、結構虫に食われてるんですよ。板取りってなんかサプリとかにも含まれてますよね。今なんか体にいいとか言われてるからかな、虫は頭いいから美味しいもの、ヘルシーなもの必ず食べますからね。すごいなと思って、結構食われてたんですよね。ということで、続きも頑張ってまいりましょう。ここはですね、何度か父と一緒にここはトラクターで起こしたりとかしてたんですけども、今はもう母がゴーヤ、ニガウリを植えていて、でその一角にニガウリを植えているだけなんですね。で、あとここはもうのっぱらになってるんですけど、こののっぱらなんとですね、勝手に種が飛んで生えた青じそですね。青じそが群生してるんですよ。見てください、これ青じそなんです。草じゃなくて青じそ。これだけね、いっぱいあると、なんかいくつかはこう抜いてプランターかなんかに植えようって思うんですけどね、もうびっくりしますよね。もう土さえ変えてあげたら多分葉っぱは緑になっていくと思うんですけれどもね、ちょっといくつか掘り返して今日持って帰ろうかなって考えているところです。
今ふっとね畑見てて思ったんですけど、この背の高い、なんていうんでしょう、これ何かな、なんかよくある、よく見かける白い、なんていうかな、白い菊みたいな、パンジーみたい、パンジーとかガーベラみたいな感じ、ちっちゃいので花が咲く、そういったなんかニョキニョキ立ってるんですけど、よくよく見るとですね、これ分かります？全部上がツンツンツンってこう切れてる感じになってるんですよ。決してこれね、ここ草刈りしたわけじゃない、あ、この花ですね、この花、この白い花ですね。でこれ潰してなんかにっこり笑うとか、笑った、なんかそんなことして遊んでたな。でこの花だけを食べてるんですよ、多分鹿だと思うんですけど、すごいなと思って、上だけ本当にツン切って食べてるんですよね。でもシソはね食べてないんですよ。まあね、個体にもよるとは思うんですけどね、もしかしたらシソって会社の周りの例の、ガーデンのところもね、やっぱシソ畑にした方がいいのかなとか今思いましたね。でこれだけニョキニョキ立ってるので、これ草刈ってもまたね生えてくるでしょう。でこれ抜けるのちょっと抜いてみようかなと思います。これはですね、春ジョーンか姫ジョーンかちょっと私もわかんないんですけど、なんかユーミンの歌になんかそういう名歌がありましたよね、春ジョーン姫ジョーンってなんかあったと思うんですけど、なんかそういうのです、姫ジョーンかな。食べられる草みたいなので、やっぱりね賢いですよね、美味しい花のところを食べてます。でこれ花全部食べられた後の姫ジョーンなんですけど、これをこうやって根っこから抜いてしまうと少しは草が減るのかなと思って、ちょっと今考えたんで、少し今度は草刈りの機械じゃなくて人力でちょっと少しだけでも抜いていきたいと思います。全然なんか余談なんですけど、皆さんぎっくり腰になったことありますか？私はね過去2回あるんですけど、ぎっくり腰、最初は40、もう10年ぐらい前かな、48ぐらいの時に初めてぎっくり腰をして、でそれからずっとしてなかったんですけど、2年ぐらい前かな、ガードナーベルトをご紹介した時に2回目のぎっくり腰をしたんですね。でぎっくり腰する季節って結構6月が多いってご存知でした？梅雨時ってね割とぎっくり腰率高いっていうふうに聞くんですよね。で今も草取り作業しながら思うんですけどね、意外とねこういったあまりなんて言うんでしょう、重労働でなさそうに見えるような時に起きるんですよ。で草取りってもろにちょっとこの姫ジョーン根っこ張ってますからちょっと力入りますよね。するとこうやっぱ背中にかなり緊張が走るんですけど、こういう時がね危ないんですよ、要注意。本当に重たいものを持つ時よりも逆にちょっと何か引っ張るとか、ちょっと何か持つとか、例えば新聞紙の束を持つとか、1回目のぎっくり腰私そうだったんで、今引きながら、あ、これはぎっくり腰になる可能性の高い作業だなっていうことを感じたので、どうか皆さんお気をつけくださいね。よっしゃしゃ、もうちょっと頑張ろう。
まだね完全に抜き終わってはないですけれども、もう作業して2時間ぐらいになったんで、そろそろ終わろうかなと思います。ゴーヤの横のね、棚の横も、借りました。で、ずっと、あ、今ね、取った、姫女音はここに甲羅干しをして、まあ、根から枯れるように取っとこうと思います。あとはこの入り口ですね、入り口も全部借りました。少しはすっきりしたかな。ここの作業のいいのは、すぐ隣に小さな小川があることなんですね。この小川のせせらぎを聞きながら作業をするので、なんとなく涼しげで私は好きな場所なんですね。さあ次は、今度はシソを少し抜いて持って帰るということで、今日のところはこれくらいかな。作業後はですね、あまりカメラアップにならないように遠巻きにお話をしたいと思いますけれども、まあ、今日も、まあ、いいお天気で、このお天気がいつまで続くかなという、もうすぐ梅雨入りですね。先ほども言いましたけれども、やっぱ梅雨時期っていうのは結構ぎっくり腰をやられる方が多いと聞きます。本当にちょっとしたものを動かすときに、やっぱ腰に意識を持ってやらないとぐきっていっちゃいますのでね、自分も含めてお互いに気をつけていろんな作業をしてまいりましょう。最後までのご視聴本当にありがとうございました。それではまた次回のトヨタマ散歩でお会いいたしましょう。トヨタマでした。バイバイ。